ナッツクラッカー。久しいのお嬢ちゃんや。お嬢ちゃんじゃないわよ。そうか、あんたらグルだったのね。ゴーレムマスターであるわしの最高作品ナッツクラッカーだ。それがどうしたの。二人合わせて250万ゴールド。今度こそ逃がさないわ。相変わらず気だけは強いの。だがそれも今回で終わりだ。お前もさっきの間抜けなエルフのようにしてやるよ。私はブラッキーみたいに行かないわよ。ご苦労様でした。これでこの間のお返しはさせてもらったぞ。さあ、ナッツクラッカー、魔人様の降臨の支度をせねばなるまい。世界が我が手中に収まるのももうじきだ。やっぱりメイルでもどうすることもできなかったのか。おや、こんなところにさっきのポットがあるぞ。ちょうどよかった。こんな時は温かいものが一番だよね。はあ、やっぱしお茶はうまいね。体が温まるよ。しまった、メイルのことをすっかり忘れてた。この氷どうやって溶かそう。お茶もないし、この方法しかないな。うん、それ。いた。何すんだよ、あんた。私を殺す気。すまない。どうしてもこの方法しか思いつかなくて。あんたの時もこうやればよかったわ。ところで、なんであんたここにいるの。命の恩人にひどい言い方だね。実は海賊船に行く途中マテリアルにあってさ、なんとミスリをたくさん持ってたんだよ。ミスリ、一体何に使うのかしら。そう、なんでも魔人の体を作るとか聞いたよ。でもあのミスリルは僕がもらうんだ。じゃあお先に。の時に真っ先に逃げたエルフが舞い戻ってきたようね。私の名はリップ。ここは私の領地よ。あなたは何しに来たの。私は水晶玉を探してるの。そういえばあんた皇帝ってペンギン見なかった。あの老いぼれペンギンのことね。兵隊は私が始末したけど、皇帝は姉が連れてったわ。じゃあその水晶玉はどこにあるの。頭悪いのね。私が持ってるに決まってるじゃない。私にはそれが必要なのよ。よこしなさい。欲しければ私を倒すことね。さあ来なさい。
私が負けるなんて何かの間違いよ。私を倒しても姉さんがまだ残ってるわ。あなたなんか。
私の名はラップ。私の部下や妹に勝ったくらいでいい気になるのは早いわよ。あんたがこの船のボスね。皇帝はどこ？皇帝？私に逆らったから水晶神殿に閉じ込めてやったわ。今頃死んでるかもね。水晶玉が欲しいんでしょ？あげてもいいわよ。さっさと水晶玉をよこしなさい。バカね、あなたの命と交換に決まってるじゃない。死んでもらうわよ。私がこんなやつに負けるなんて。だけどまだあのお方がいるわ。一足先にあの世で待ってるわ。ったんだぜ。何もしないうちに？あんたまたなんか。そんなことより皇帝がここに捕まってるんだ。ペンギン皇帝が水晶神殿に閉じ込めたって聞いたわよ。それは偽物じゃ。わしに代わってこの国を乗っ取るつもりじゃ。僕も皇帝の偽物と女の魔術師が話してたのを見たよ。その女ってラップのことね。水晶玉じゃ。奴らは封印そのものをなくそうとしてるのじゃ。大変！早く行って取り返さなきゃ。すまない、この国を救えるのはそなただけじゃ。そのワニ、僕を救ってくれ。リップとラップを倒しただけのことはあるの。さあ、おとなしく水晶玉を渡すのじゃ。さもなくば命はないぞ。何言ってんのよ。命がないのはあんたの方でしょ。口の減らないやつだ。わしの恐ろしさを教えてやろう。
一度我に力を与えたまえ、魔獣独権の力を。わしの負けじゃ。水晶玉はくれてやる。最後の水晶玉はアルカザール城にある。貴様に取れるとは思えんがな。ありがとう。おかげでこの国から化け物が去った。これでこの国も平和になるよ。そなたには何てお礼をしてよいやら。決まってんでしょ。お金よ、お金。そうじゃ、せめてものお礼として。ま、いいか。あなたはこれからあのアルカザール城へ向かうのですね。あの城には最も恐ろしい化け物たちがいるらしいのです。どうか気をつけて。大丈夫、化け物たちなんかに負けないわよ。ところで、あのブラッキーはどこに行ったの？何でもミスリルを追うとか言ってアルカザール城に走って行ったよ。あのバカ、ずっとここに閉じ込めておけばよかったのよ。では我々はこれで失礼する。この国を再建せねばならないのでな。これで水晶玉が3つ集まったね、メイル。あと1つだ。あと1つ。最後の水晶玉はあの城の中にありそうね。行こう、メイル。ここを突破すればいよいよ魔人の財宝とご対面よ。タト、ガウ、私のために頑張ってね。君の悪い城だ、ガウ。申し訳ありません、ガイストレイス様。封印が奴らの手に渡りました。貴様の部下は無能な奴しかいないようね。お前もその一人なんじゃない？貴様に任せたのが間違っていたのかもしれん。これ以上の期待は望めんのかもしれん。そう責めるな。封印など我らが復活すれば無用のもの。降臨の支度は済んでいるのか？もちろんでございます、ガイストレイス様。そうか、再び我らはこの地上を制する日も近いということだ。頼んだぞ、アルカザール。待て、何用でこの城まで来た？誰だ？レオファルト・アルカザール、この城の城主だ。ちょうどよかったわ。あんたが水晶玉を持ってんの？口の利き方を知らぬ小娘が。ここは魔人と化け物たちの住む城だ。貴様のような者が来るべきところではない。うるさいわね。私はその化け物たちを倒して魔人を封印するために来たのよ。そこどいてよ。よかろう。だが魔人を封印することはできぬだろう。
Thank you.